皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは年商1000万円の教室を作るために必要な3つのポイントについてお伝えしていきたいと思います。最近ですね、私のクライアントさんもそうですし、世の中的にもそうなんですけれども、教室業での年商1000万っていうのは前ほど難しくなくなってきているっていう印象があります。で、年商1000万っていうと大体月商80万平均100万とかね、そんな形になると思うんですけれども、前の教室業だと結構これ難しい数字だったんですよ。でも今の現状の世の中ではそこまで難しい数字ではない。場合によっては、特に、経費とかのかかり方が会社を持って運営しているわけではない自宅教室の場合にはかなりこう残ったりするんですよね、財産的に。そうすると場合によってはなんですけど、サラリーマンの旦那さんの手取りよりも多くなる可能性がとても多く出てきました。ということなので、これからの教室業っていうのは稼げる商売領域として認知をされていくんだろうなというふうに思っていて、私の方でもやり方は基本変わらないんですけれども、その仕組み作りですね、ウェブ集客のネットマーケティングと呼ばれる仕組み作りの基本のやり方は変わらないんですけど、それをちょっと大きく回していくっていう形になるのと、あと取り組みがそうですね、やっぱり50万の教室で取り込む時と100万の教室、月賞ですけどね、取り組む時が少し変わってくるので、そのあたりを中心に今日はお伝えしたいかなと思います。月賞100万あると先生がですね、さらに何か学びに投資をするとか、家族と一緒にどこかに行くとかのお金を自分でね躊躇なく出せるとか、いろいろなそういった願いも叶いやすくなります。で、余談なんですけど先日うちのメンバーとね、サロンのメンバーで、次の期どういうことをするのかとか、夢を語ってもらう会をやったんですけれども、その時に、ちょうど私も全面リフォームとかをやっているんですが、やはりリフォームしたメンバーとか、あとは土地を買うとか言ってるメンバーもいましたね。地方の方ですけどね、東京の土地を買う値段とは全然違うんですけど、そこに別荘的なものを建ててですね、そういったちょっと自分のね、事業の内容に合った、ちょっとね構想とかがありまして、それ2年くらい前に聞いてたんですけど、それいよいよ本格化して、来年は土地を買いたいとかって言っていて、夢が持てる本当に職業になったなっていう印象があります。私自身も2拠点とかあってもいいなっていうふうに思っていて、今の家は今の家でもちろん気に入ってるんですけど、別に固定してそこにいなくてもいいなっていうのが私の考え方なんで、個人的な趣味の領域かもしれないんですけど、インテリアコーディネーターだったから、家をね好きなように改装するのが思いのほか楽しかったんですよ。だからもう一個ぐらい中古買って、それを自分が好きなようにリノベーションしちゃって、2拠点展開するのもいいな、必要なくなったら売却っていうのもありかなとか、そんなことをちょっとね思ってたりとかしているんで、ちょっと余談になりましたけど、そんなお話もしていたので、夢が持てる職業になったなっていうのが、大きな自信と理由です。なので、それを今日はね解説していきたいと思います。では本題に入っていきたいと思います。まずですね、年商1000万を作るために必要な3つのポイントということで、3つのポイントを先にお伝えしたいと思います。まず1つ目、高額商品。2つ目、熱いファン。3つ目、時間管理。この3つが必要になってきますので、一つ一つ解説をしていきたいと思います。まずですね、高額商品どうしても必要です。高額商品というか高額サービスといえばいいでしょうか。できれば20万30万円ぐらいの商品作りはしたいです。50万とか70万とかでも全然構わないんですけど、ここがないとですね、やっぱり100万っていうのがちょっと見えてこない。で20万30万の商品って前は作るのすごい大変だったんですよ。教室業って単純に趣味の習い事で一般人が普通に来るだけだからだったんです。だけれども今の世の中視覚商売であったりとか手に職をって考える方が非常に多くて、その手に職を得て、教室を開く、だからライバルは増えていくんですけどね、その教えたことによって、その中で生き残っていけるっていうスキルを磨き続けるんだったら、自分のやってきたこととかを棚卸ししながら開業したい人のサポートをするっていう、そちらの高額商品ですね。それを作って販売をしていく。だから時間差が出てきます。なので後から習う方ほど不利になってきます。世の中的には成熟業界に飛び込む形になっちゃうので、まだ上がってってるうちはいいんですけど、成熟しきった後の参入タイミングが悪いとあとは衰退するだけなので、基本的にはどこのタイミングでだから自分本当にそれ今資格取っていいのとかは考えた方がいいですよ。考えた方がいいけれども、業界の中でも教室業って一口に言ってもさらにその中で伸びている系と伸びてない系とかがありますからね。具体的に言ってしまうと、そうね、私のところが私がパン教室をやっていたからっていうせいもあるんですけど、お料理お菓子パンっていうのはこの3つはもう大体基本的には飽和状態です大体、はい、なので専門特化していく形と時代の流れに合った教室業を、リサイズしながらないしはリニューアルを繰り返しながら生き延びていくっていうことが必要だと思います。例えばイタリアンならイタリアンのこんなイタリアンあんなイタリアンとかっていうイタリアンっていう軸が変わらなくても時代の変化とお客様のニーズに合わせて教室業の姿を変えていくとか。お菓子教室もそうです。フランス菓子っていうのが多分一番普通だとは思うんですけども、結局今の世の中の時流から言うと糖質制限っていうのもありましたけど、米粉の方に移ってってますよね。であとそこに発酵とかが入ってきたりとか、そのうち多分ビーガンが入ってきてでさらに進化していく予定なんですけど、世界の事情とか状況を把握しながら教室業を変えていかないといけないんですよ。パンも全く一緒です。で傾向としては全部できますよ、初心者から上級者までっていう教室は基本だんだん淘汰されていきます、はい、これもあれも教えますっていうところは選ばれない風になっていきます。ただ時代が変わるとある程度淘汰が終わったらまたそういう教室が選ばれるようになるのかもしれないですけど、参入タイミングと状況は見てほしいなというふうに思っています。でちなみに例えば世間的に見てもどう考えても衰退していく可能性がめちゃめちゃ高いっていうような内容がある職業とかあるじゃないですか。例えばこれから消えゆく職業50みたいな本とかありましたけれども、今自動運転化してますよね。いろいろとそういったものが本当に普通になってったらタクシー業界って多分衰退なはずなんですよ。はい、だからタクシーをやってる運転手の方は今から違う道を本当は探しておかなくてはいけないんですけれども、もうなくなっていくよねっていうものを最初から選んで、やらない方が楽は楽ですよね。ですからこれから資格を取得して教室業をやっていくっていうことをしたとしても、習いたいっていう少子化もありますからね。習いたいクライアントさんとかが多くなければ商売として成り立たないので、私がやっていた10年前とかは50代60代とかっていう人たちがそれをね自分の趣味として習う、ないしは教室開業したいっていうことで習うっていうのは全然ありだったんですけど、少子高齢化してってますからその高齢化している人たちがある程度寿命がありますからなくなっていくと、今度少子化だった人たちだけれどもその人たちが購買ボリュームゾーンの方に上がってくるので、少し年齢も、自分がどこまで生きるかにもよりますけど若者向けに商品作んないとダメかもしれないんですよ。いわゆる30代とか場合によっては20代向けの商品、今まで年齢上の人って作ってきてたかもしれないけど、今度は逆にその購買意欲と活力がある若い人向けに商品作んなきゃいけない時期もあったりするんですよ。なので、参入タイミングと誰に何をどう売っていくかっていうところは必要にはなるんですが、高額商品っていうのが必要な人のターゲットにはまあまだ必要とされる内容でしょうっていうことで、高額商品を一人で作ることができるのであればそれで作ってもいいです。私がリブランディングって言って教室の、ブランドを変えたいっていう方のお手伝いをする時の一番大きなきっかけが、コースレッスンが作れない、だから作るのを手伝ってほしい、高額商品を作りたい、作り方がわからない、手伝ってほしい、大体この2つが多いです。単発レッスンは大して難しくないんですよ。自分で考えてこれやればいいっていうだけのことなので。高額講座とかはやっぱりそういったアドバイスを受けながら作る方が売れる講座にはなるのは間違いないですね。ご自身でつけると値段割と安くつけがちです。ご本人が作ると10万円とかなってるのを、私は市場価値とかと比べて見ていくので、いやこれなら20万円で売れますねって言うと普通に20万円で売れます。15万円って言われても別に30万円でも大丈夫だと思いますけどって言って、大体倍になってることが多いですね。でも売れていきます。それはちゃんと市場調査してるからなんで、そういった意味でもコンサルタントをつけたりとかするっていうのは、もし高額講座を作りたいんだったら価値あることだろうなというふうに思います。コンサル料金なんてすぐに回収できますよ、それができちゃうとね。はい、って思ったりするのがまず1つ目のポイント、高額商品です。で2つ目、これ結構持ってない人多かったりするんですけど、熱いファンです。熱いファンっていうことは、あなたのことが好きであなたのサービスをすごく待ってるっていう熱い層の人たちです。SNS でも熱い層の方がいれば高額商品は売れていきます。それがインスタグラムは私昔売れないなっていうふうに思ってたんですけど、インスタグラムってライトなつながりだから、でこれがクライアントさんがインスタグラム得意な方いらっしゃるんですけど、やっぱりマメで密な付き合いをしてると、たとえインスタグラムからでも普通に人は入ってきます。高額商品買います。なので私の思っていた観点が覆されたのがここ 2,3 年ですね。インスタグラムは薄い人しかいないっていう概念が覆されたのが、その方たちの高額商品がバンバン売れるのを見ているからっていうところですね。ですからインスタだからダメっていうことは全然なくて、インスタでも全然 OK になってます。だから誰とどういう形でつながっていて、その人たちとの関係性をどうやって作っていくかっていうファン作りが必要になります。ただ得意は1個は作った方がいいです。インスタなのか YouTube なのか Facebook なのかとかいろいろあるじゃないですか。その自分のお客様と自分が発信する内容との相性の良さっていうのは当然出てきます。はい、出てきます。なので、私は昔からみんながやってない頃から動画をやっていたので YouTube はやはり得意です。はい、ただ皆さんがねやるようになってきたからもちろん得意な武器の1個ではありますけれども、その他にクラブハウスもやったりとか、いろんなものとかを複合しながらやってきてます。 SNS ではありませんが、あと私は本を書くことができるので、本っていうのも一つ私を知っていただくきっかけっていうことで、本も力を入れている媒体の1個になります。なので高額商品作るにはその方のスキルがあるっていうのはもちろん大事なんですが、その方の商品を喉から手が出るほど欲しいと思う熱いファンを持ってるかどうかっていうことなんで、日頃の発信がきちんとできているかっていうことと、あとその方たちが見に行くことができるサービス概要全般が分かるようなもの、きちんとしたホームページがあるっていうのが今後おそらくスタンダードになっていくんだろうなというふうに感じています。なので熱いファン、これが2つ目ですね。で3つ目、3つ目がですね、時間管理です。はい、もうね1000万級になってくると先生の体力の限界にまずは一旦トライすることになると思います。準備、集客、いろいろ生徒さんのフォローとかも全部含めて、家族とのやりくりも当然出てきますよね。そう考えるともうね、時間管理、これができない人は体壊すか、一発屋で終わるか、家族との関係が崩壊するかっていう感じになっちゃうので、時間管理を結構シビアにやれる人がいいですね。1000万級目指してくると、いや本当に教室の先生って頑張っちゃう人多いんですよ。体力の限界チャレンジみたいな形で、私もそうでした。私もやってたんですよ。で実際に体壊します私壊す手前のところで踏みとどまりながら睡眠時間削りながらやりましたけれども、本当に長続きさせたいんだったらちゃんと体のメンテしながら大丈夫っていう状態を作っていかないといけないので、今までの自分で持っている時間管理の概念を変えないと多分無理になってくるのが1000万かなっていう一つのボーダーラインですね。はい、引き算的に時間を使っていく考え方でだけではもう捉えようがないところがあるのが一つのボーダーラインになってくると思います。はい、ですのでご自身の時間に対する概念観念も全部変えていくっていうのが必要になってくるのが1000万級の教室を作っていく時に大事なポイントになると思います。はいということで、3つのポイントを解説しました。まとめていきたいと思います。年商1000万の教室を作るために必要な3つのポイント。1つ目、広角商品を作れる能力。2つ目、それを買ってくれる熱いファンがいること。3つ目、きちんとした時間管理ができること。この3つがおそらく必要になってくるスキルになっています。自分にとって今何が足りないのか、何をやっていったらいいのかっていうことを考えてみるのにヒント参考にしていただければと思います。それでは。